皆さんこんにちは。今回は、大島てるに不気味な投稿があったので調べてほしいというリクエストをいただきました。かなり不穏な話が書かれているのですが事実なのでしょうか。あらかじめ断っておきますが、今回はセンシティブな話になるので、情報をだいぶ伏せて紹介させていただきます。視聴者さんが通っていた学校の近辺を大島テルで調べた際に、他の事故物件とは何か文体の違う、奇妙な物件が出てきたことがあったそうです。いたずらで書かれたものなのか、それとも実際にあったことなのか調べてほしいとのリクエストでした。実際の投稿がこちらですが、読んでいきます。よく働くお兄ちゃんでした。近所の評判の悪い人から因縁をつけられ、そのことでノイローゼになり、首吊り自殺を図りました、という一文で始まります。さらに、そのお兄ちゃんはうつ病を患っており、小学生に声かけ運動で挨拶をしていたところ、因縁をつけられたそうです。その因縁を苦に、自ら命を絶ってしまったそうで、その土地は売りに出されているとの一文で終わっています。お兄ちゃん、の結末を知るこの人物は何者なのでしょうか。そして文体がどこか幼い感じがして不気味です。起きた日付が平成25年2月1日となっており、投稿自体は平成30年にあったものです。Google マップで該当の住所を確認してみますが、2013年頃のビューが残っており古い小屋と住宅が確認できます。さらに、先ほどの投稿のコメント欄にもこのような情報が記載されているのですが、背中だけど映り込んでいます、とのことで、確かに庭に一人の男性らしき人物がこちらに背を向けてしゃがんでいます。このことから、投稿者はこの家のことを指していた可能性は高いと思います。さらに、2018年のビューでは草が生い茂っており、明らかに人が住んでいる雰囲気はありません。そして、2023年にはだいぶ荒廃しており、2013年時点では人が住んでいたものの、少なくとも2018年以降は無人です。なので、この話には確かに矛盾はありません。子供が書いたような文体で、妙に生々しい話ですが、本当にあったことなのでしょうか。今回は、この件について追ってみたので調べた情報を紹介します。さて、まずはこの住宅について調べてみたのですが、つい最近、行政代執行によって取り壊されています。自治体が放置すれば保安上危険となる建物を所有権者による自主的な対応が期待できないことから強制的に取り壊してしまうというものですがこれが行われたことからやはり長期間人が住んでおらずさらに所有者との連絡も取れない状態になっているのではないかと考えられます。私も土地と建物の登記簿を確認しましたが昭和39年に売買によって所有権が移っている登記以降は情報がありません。A という人物が売買によって取得したことになりますが、昭和39年の話ですから、2013年に移っていた人物とは別人ではないかと思います。私が確認した限りだと、黒い紙も移っているので、かなりの高齢者というわけではなさそうでした。なので、2013年の人物と別人だと仮定した場合、おそらく子孫が住んでいたのではないかと考えています。仮に第三者に売買された場合は、記録に残っているはずで、おそらく親が亡くなってからそのまま相続という形で、登記せずに住み続けているのではないかなと思うのですが、もしそうだとすれば同じく、A、という名字の人物が住んでいた可能性が高いです。一旦大島テルの投稿に戻りますが、気になるのが、お兄ちゃん、と呼ばれていたことです。2013年以降、この建物は放置されていますから、最後に住んでいた人は一人身であった可能性が高いです。なので、兄弟が書き込んだという可能性は低いと思われ、あり得るとすれば近所で交流があった人物でしょうか。近所のお兄ちゃん、として慕っていた人物がそのような亡くなり方をしたので、書き込んだのではないかと考えています。平成25年2月1日、という日付が記載されておりますが、おそらくこの頃に亡くなったわけではないと思われます。というのも、先ほどお見せした Google マップのビューの日付は平成25年9月であり、
この頃にはまだ家主が写っています。投稿者が残したと思われるコメントでもこの人物を指しているらしき内容なので、この日付に関しては不正確です。なので、平成25年頃に亡くなった、と仮定して調べてみます。この建物が位置する自治体では、広報で奥屋美欄を掲載しています。名前、町名、年齢まで記載されており、もし自殺しているとすれば、明らかに若い年齢の人物が記載されているはずです。また、という名字の人物が亡くなられている可能性が高いです。これを踏まえて、一応2013年から2018年の奥屋美欄をすべて確認しました。しかし、先ほどの条件に完全に一致する人物は見つかりませんでした。例えば、町名が一致しており、かつ亡くなるにはまだ若い年齢の人物の名前がいくつかあったり、町名と名字が一致するものの、80歳以上の高齢者の名前はありました。ただ、Google マップのビューを見るに、この期間で家主がいなくなったのは間違いありませんので、もし亡くなっていたとすれば、先ほど話した奥屋美欄の人物の中にいるのではないかと思います。ただ、自殺したのかどうかはそこからは断定できない、ということになりますね。しかし、この方の投稿に関しても矛盾はないので、おそらくですが、近所などで広まっている噂を書いたのではないかと思います。投稿した人物は、お兄ちゃん、と面識はあったものの、亡くなった事情に関しては、らしい、と書いているので、近所では噂になっていたのかもしれません。そもそも発端となった人物も評判が悪いとのことなので、亡くなった原因はあの人だ、というような噂が広まっていてもおかしくはないと思います。ただ、怪しい点もありまして、平成30年時点で土地が売りに出されている、とのことですが、家主が去ってからは管理している人物はいないはずなので、売りに出されるわけがないんですよね。隣の土地には、2013年時点でも売り物件の看板が立っているのが確認できますが、その時は家主は健在です。この日付といい、投稿者は時系列を考えずに投稿しており、まるで Google マップで見た情報を適当に投稿しているようにも思えます。なので、投稿されている情報に関しては少し怪しい点があるのも事実です。さて、結論としてはいたずらで投稿したというよりは、確かに家主は亡くなっており、近所で広まっている噂が投稿された可能性が高いのではないかと思います。この話が事実とは断定できませんが、もし事実だとすれば、悲しい話ですね。いかがでしたでしょうか。久しぶりに大島テルに記載されている話について調べてみました。今回の件、一体なぜ大島テルに書き込んだのか意図が知りたいところですが、確かにある年を境に、例の家から人がいなくなっているんですよね。書かれている内容も妙に具体的な話ですし、近所では有名な話だったのでしょうか。その他にも、不気味な投稿などがあればぜひコメントで教えていただければと思います。